皆さんはご存知だろうか？意外と繋がっているドラえもんを。意外と繋がっているドラえもん。そう、ドラえもんは基本1話完結タイプの物語なのだが、実は過去の物語と繋がっていたりすることも多いのはご存知だろうか？というわけで今回は、意外と繋がっている、1話完結じゃないドラえもん、だ。前に僕らが作った犬とネコの国、テントウムシコミックス22巻、ここなら幸せに暮らせるだろう。というわけで今回は、意外と繋がっているドラえもんのエピソードをご紹介しよう。それってどういう話なの？例えばわかりやすいところで言うと、1974年3月小3連載、コミックス6巻、さようならドラえもんでは、この回では、ドラえもんが未来の世界へ帰ってしまうというコマで終わるので、翌月に連載された帰ってきたドラえもんでは、当然ドラえもんのいない部屋から始まるのだ。ああ、確かに言われてみればこういう風に繋がってる話あるわね。そう、このように繋がっている話は他にもあり、1975年3月小1連載、藤子 F 不二雄大全集7巻、動物5ヘッドホンでは、いろいろあってのび太がジャイアントスネ夫に狙われる羽目になり、最後のコマはこう締めくくられるのだ。心配いらないよ。僕のポケットには、まだまだすごいのがうんと入っているから。へえ、今度は何を出すの？と、いかにも続きそうなコマだがこの回はこれで終わってしまい、翌月に掲載された、藤子 F 不二雄大全集7巻、桃太郎印のきびだんごでは、のび太を見つけたら、ただじゃおかないぞ。と、前回からの流れでジャイアントスネ夫が怒っており、心配するな。ポケットからいいもの出してやる、と、このように話が繋がるんですね。へえ、意外と連続した話があるんだね。うむ、このように翌月にまたがって繋がる話は他にもあり、1971年2月小3連載、コミックス5巻、ドラえもんだらけでは、この回の開幕、ドラえもんをドラ焼きで怪獣し、食ったんだから宿題をやってくれとのび太がお願いするのだが、その結果が、といろいろあってドラえもん同士で争う羽目になるんですね。これはセリフと顔がインパクトがあるから割と有名なシーンだね。でもこの話って最後普通に終わってなかったっけ？そう、最後は事情を知ったのび太がお礼のつもりでドラ焼きを渡すのだが、また宿題を頼まれるんじゃないかと、ドラ焼き怖い、と言ってこの話は終わるのだが、翌月に連載された、同巻ノロノロ、ジタバタでは、開幕のび太が、ドラえもんくん、君の大好きなドラ焼き、宿題なら、ダメ、と、ドラ焼きから宿題を連想して速攻で断るんですね。あ、そうかこれ前月の下りで断ってるのか。そう、実はこの話も前月からの流れでそのまま繋がっている話であり、5巻では、ノロノロ、ジタバタが先、ドラえもんだらけが後に来てるから、てんこみだけ読んでるとちょっと気づきづらいんだよね。確かに、なんでこれ並びにしなかったんや。なぜかはわからないが、てんこみだけで読むと少し気づきづらいところだな。ただ、これよりもっとわかりづらいのがあって、それは1988年8月小4連載、コミックス40巻、またまた先生が来る。この回、タイトル通り先生が家庭訪問に来るのだが、その際ドラえもんは、だってこないだ、誘導足跡スタンプでごまかしたばかりだろ。そんなことで諦める先生じゃないんだ、なんとかもう一遍助けて。と、前の家庭訪問は誘導足跡スタンプで追い返したらしく、これもこれまで同様、前月の学年誌に掲載された誘導足跡スタンプの回を指しており、この回も実は続きものなんですが、肝心の誘導足跡スタンプの回がてんこみには掲載されていないんですね。じゃあてんこみだけ読んだ人は前回を知れないのか。そう、だからこの話を見るためには当時の学年誌を買うか、藤子 F 不二雄大全集16巻にある誘導足跡スタンプを読まないと、話が繋がらないんですね。親切すぎて草。まあこの回はドラえもんが秘密道具名言ってるし、今ならその話を見るのも簡単だから気づく人も多いだろうけど、これよりもわかりづらい話がもう一つあって、まだあるのか。それは1989年4月小3連載、コミックス40巻、フリーサイズぬいぐるみカメラである。この話は要約すると、静香ちゃんがクッキーを焼いてのび太とデキスギを誘うのだが、最後はのび太に化けたスネ夫とデキスギがクッキーを食べてしまい、のび太が食べられなかった。そういう話で終わるのだが、実はこれには続きがあり、それは翌月に掲載され、コミックスではプラス6巻に掲載されているセルフアラームである。この話も静香ちゃんがクッキーを焼いた話をするのだが、こないだのクッキーが美味しいと喜ばれたからまた作ろうと思うの。と、ここで言うこないだとは前月の話のことを言っているんですね。へえ、こんなところも繋がってたのか。うむ、なのでのび太は今度こそチャンスは逃さない、といつも以上に気合が入っていたり、で次は前月にクッキーを食べたから、すっごく美味しいクッキーだよ、と、食べたことがないはずの二人にこんな会話をしているんですね。ただスネ夫は、楽しみだな、とニコニコしているが、いやお前のび太のふりして食ってたやろ。そう、ここは何気ない会話に見えてスネ夫は嘘をついているわけなんですね。ほんまこいつムカつくわー。という感じに、意外と前月からの流れで繋がっている話は以上なのだが、これらの話、てんこみで見るとバラバラになっていて発見は難しいんですが、実は藤子 F 不二雄大全集では掲載年月日順で全て並んでいるので、ここまでに2ヶ月連続で続いている話は、普
通に読んでいると意外と気づくことができるんですね。ああ、大全集では並びで掲載されているのね。うむ、ただそうじゃない話も意外と多くてだな。え、実はかなり前の話を引っ張ってくる話もドラえもんには多いので、ここからは時期は離れているが繋がっている話を紹介しよう。お願いします。時期は離れているが繋がっている話とはどんな話なのか ?1989 年7月小4連載、コミックス41巻、いつでもどこでもスケッチセットでは、いつでもどこでもスケッチセットという、時期を指定すると何でも模写できるこの道具で、のび太が適当に合わせて書いてみると。あ、これは、こないだ言ってきた、石器時代の日本、懐かしいなぁ、というシーンがあるのだが、実はこれまさかの大長編が元ネタで、時期は約半年ぐらい前、1988年10月からコロコロ連載、大長編9巻、ドラえもんのび太の日本誕生にて、ペガドラコグリを探す途中、枯れ木で休んでいるシーンなんですね。まさかの大長編が全コミで登場してたのね。そう、しかもこれもう一度似たようなシーンがあって、それは1990年7月小3連載、藤子 F 不二雄大全集17巻、7万年前の日本栄光にて、いろいろあってのび太が大昔に行って、今の借地をのび家の土地にしよう、みたいな、よくわからないことを言った際に続けて、こないだ7万年前の日本へ行ったろ、あそこならまだ誰もいないはずだよ。と、ここでも日本誕生の話を引き合いに出してくるんですね。こないだと言ってもリアルでは2年経過しているが、まあその辺ドラえもんの世界は時間の流れがすごく緩やかなんでしょ。知らんけど、おい、ただ2年どころか、もっと時期が離れている話もあるけどな。え?マジ?それは1982年1月小1連載、藤子 F 不二雄大全集14巻、親指姫を追いかけろにて、のび太が本棚に手をかけた時、僕こんな本持っていたかな?本じゃない。ずっと前に使ったお話バッジの残りだよ。とあり、ここで言うドラえもんのずっと前とはいつのことかというと、なんと10年前なんですね。のび太生まれてすらねえだろそれ。そう、ちなみにその話とは1972年6月小4連載、コミックス3巻お話バッジのことであり、これせわしくんがくれた秘密道具でもあるんですね。こんな古い話引っ張ってくることもあるのか。うむ、でもそこはサザエさん方式かなんなのかはわからないが、時代はループしても記憶は継承しているみたいですね。あれそんな怖い話だったっけドラえもん。まあつまりはあまり深くは考えるなってことですな。あ、はい。という感じに、時期が離れている話を、こないだ、みたいな感じで思い出を振り返ることがドラえもんにはよくあり、他にも1988年6月小4連載、藤子 F 不二雄大全集16巻、入り込みミラー2では、スネ夫に触発され、車が運転したいのび太、だけど18歳になるまで免許は取れないから乗れない、とドラえもんは言い返すのだが、免許なしで走れる道路があるの。鏡の中の世界、入り込みミラー、覚えていたか、と、のび太が入り込みミラーを要求するのだが、これいつの話なのかというと、4年前、1982年6月小3連載、コミックス33巻、鏡の中の世界なんですが、実は4年間の間にもう一度、入り込みミラーを要求していることがあり、え?そうなんだ。それは1985年8月からコロコロで連載された、大長編7巻、のび太と鉄人兵団にて、とても巨大なロボットを組み立てるのに、誰の邪魔にもならない空間が欲しかったので、ずっと前、鏡の中の世界へ行ったろ。こちらの世界とそっくりの誰もいない街。この、入り込み鏡を使って、それそれ、と、のび太はことあるごとに鏡の世界を要求しているんですね。そう考えると、鏡の中の世界って他の話で2回も引っ張ってきてるのね。うむ、それだけ便利な道具ということなのかもしれないがな。という感じで次、次は1973年2月小4連載、コミックスプラス2巻、大きくなってジャイアンをやっつけろでは、いろいろあってジャイアンに追いかけられるのび太。そこにドラえもんがこう言うのである、いつか使った喧嘩マシンを貸してやる。そうか、あれを使えば負けないや。と、いつか使った喧嘩マシンとはいつのことなのか?これは3年前の1970年5月小5連載、藤子 F 不二雄大全集1巻喧嘩マシンのことであり、のび太がいろんな人にいじめられて落ち込んでいるところに喧嘩マシンを出してくるのだが、実はこの喧嘩マシン一つの道具ではなく、三つの道具でワンセットになっており、イレジータ、稲妻ソックス、そしてパワー手袋なのだが、これらの道具少し故障しており、ちょっと車を蹴ってみると、車が大破するとんでもない威力になっているんですね。危なすぎて草。そう、なのでさすがにのび太もやりすぎだと怒るのだが、時を経て今回またこれを出そうって魂胆なんですね。ジャイアンバラバラになるぞ。あんなことがあったのに、ジャイアン相手なら意外とノリノリで怖い二人なのであった。さすがにジャイアンに同情するわこれは。まあ幸いなことに。この回は結局ドラえもんがなくして出てこないんですけどね。てなわけなんで次、次は1976年5月小5連載、コミックスプラス6巻、ニッキーアイツにて、のび太が静香ちゃんに未来の旦那候補がいる?とショックを受けるこのシーン。そのことをドラえもんに相談すると公開されるのである。しかし、心配することないんじゃないかな。ずっと前、タイムマシンでのび太くんの25年後を見に行ったろ。
確かに君のお嫁さんは静香ちゃんだったよ、と言われるのだが、これ一体いつ見に行ったのかというと、4年前の1972年2月小4連載、コミックス6巻、のび太のお嫁さんにて、タイムマシンで25年後を見に行くのび太くんがいるんですね。ああ、確かにあったわねこんなの。うむ、これは有名な話だから覚えている人も多かっただろうな。では次、次は非常にわかりやすい話で、1982年4月小6連載、コミックス27巻、恋するドラえもんにて、飼い猫と野良猫が恋をするのだが、飼い猫は家を出る、しかし野良の生活は厳しいので君には無理だと一周。そこで、飼い猫がドラえもんにお願いすればなんとかなるかもと提案するので、前に僕らが作った犬と猫の国、テントウムシコミックス22巻、ここなら幸せに暮らせるだろう。ネタ発言すぎて草。まあ言わずもがな元ネタは22巻だが、時期は約1年半前、1980年10月小6連載、コミックス22巻、野良犬、一の国であり、3億年前に、ノビドラの不注意でできてしまった犬と猫の国であり、進化代謝放射線源で進化した犬と猫が暮らす、そんな国に2匹を送ったんですね。その設定も1話限りじゃなくて普通に生きてるのね。うむ、意外と単発の設定ってわけでもなかったんだな。というわけで、以上がテンコミと大前週における時期は離れているが繋がっている作品になりますが、実はもっと繋がりが連続している話もあって、え？そんなのあるの？そう、例えば1989年8月小4連載、コミックス41巻、恐怖のディナーショーでは、いきなりジャイアンがのび家を訪ねてこう言うのだ。ゴーダタケシファンクラブの会長さん、いますか？は？は？なんやこれ？そう、ここから読むとファンクラブって何の話や？ってなりそうなのだが、実はこれ4話にまたいだ長い話であり、そんなに長いのか。ことの発端は7年前、1982年11月小6連載、コミックス33巻、フィーバージャイアンファンクラブにて、いろいろあってジャイアンにお願いされてジャイアンファンクラブを作るのだが、と、道具のせいでファンが暴徒化し解散。さ、次は翌年の1983年12月小6連載、コミックス35巻、ジャイアンへのホットなレターにて、スネオが伊藤翼ちゃんのクラブ幹部になった話をするが、それに不機嫌なジャイアン、それに監視ドラえもんはこう言うのだ。ジャイアンは、自分を歌手だと思ってるんだろ。だから翼ちゃんはライバルだ。そうだ、いつだったか、ジャイアンのファンクラブを作ったっけ。そして、それっきりほったらかし、バッティや会員証なんかもあったよ。どこへ行ったかなー、と、去年のファンクラブの話と繋がっており、まあその後いろいろあって、ノビドラがジャイアンのためにまた尽力して終わるんですね。だがここから半年後、1984年6月小4連載、コミックス38巻、またもジャイアンコンサートでは、またしてもジャイアンの歌手活動に関しての相談をされる二人、しかもその際、ファンクラブの会長なら、もっと真剣に考えろ。と、いつの間にかのび太がジャイアンファンクラブの会長を押し付けられるんですね。かわいそすぎて草。そしてこの話から5年後が先ほどの恐怖のディナーショーにつながり、ジャイアンがファンクラブ会長であるのび太を訪ねる、というくだりにつながるんですね。意外と長い歴史あってのこのコマだったのね。そう、でもこういう長い話は意外と多く、過去にも色々と解説していたりするので、興味があればそっちを見てみてね。というわけで時期は離れてはいるが繋がっている話は以上である。最後に普通に読むだけでは繋がりがわからない作品についても解説していこう。そんなのあるの？お願いします。普通に読んでいても繋がりのわからない作品とは何なのかというと、例えばコミックス39巻、ジャイアン殺人事件では、この回、グランプリミュージックスクールの教頭がジャイアンを歌手にしたいと、テープレコーダーに歌を吹き込んでもらうのだが、その実、ジャイアンと似た声の人を探して、本校に通えば歌が上手くなる、という詐欺まがいなことをやろうとしているのだった。まあそんなことはつゆ知らず、ジャイアンは教頭が迎えに来る日を待っているのだった、という話で終わるのだが、実はこの話には続きがあるんですね。え？マジ？それは本作が学年誌に掲載されてから16年後、決定版ドラえもん大辞典という本にて、なんと学校はプリプリダンススクールに変わっていたんですね。プリプリダンススクールってなんだよ。実はこれ、ミュージックスクールなら潰れたよ。なんでも宣伝テープを作ってる時に、校長と教頭が気絶して入院したんだって。と、ジャイアンの歌で一つの音楽学校が潰れたんですね。ある意味殺人的な被害は出してたのね。うむ、まあでも詐欺行為の音楽学校だったし潰れて当然だったのかもしれないがな。という感じに、これがコミックスだけを読んでいてもわからない続きものであり、他にもコミックス32巻、オンボロ旅館を建て直せでは、のび太が家出した先のホテルがホテルつづれ屋といい、そのオーナーはおそらく18エモン、そして息子は19エモンなのだが、あ、これは見たことがあるね。そう、これは同作者の別作品、21エモンのご先祖の話
話であり、おそらくドラえもんと21エモンの世界は繋がっている、連続した世界なんですね。ちなみに色々と事情はあるのだけど、映画、ドラえもん僕、桃太郎の何なの差では、ドラえもんが間違ってタイムマシンで向かった先が、21エモンの世界だった。そんなシーンもあるんですね。こんな別作品の過去がドラえもんで描かれているのか、うむ、これもコミックスだけを読んでいるとわからない内容だな。ちなみに同作者の別作品で、バケルくんというお話もあるのだが、実はこれもドラえもんでコラボした連続作品があり、それはコミックス休館、ジーンと感動する話であり、これ実は1話完結のお話と見せかけて、全4部構成の第2話なんですね。え？これも続きものの話だったの？そう、だけど戦いが複雑だから、その辺は過去動画、ドラえもんってバケルくんの何なのさ？パート1を見てみてね。というわけで、以上がコミックスを読んだだけじゃわからない続きものの解説ですが、実はこれらの続きの話、大長編でもかなりの数があってだな。え？大長編でも過去の話引っ張ってくるの？そう、だけど数が多いので次回また解説いたします。というわけで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。